丈夫です。脇の筋肉をしっかり伸ばして。1、2、3、1、2、3。無理に力を入れないようにしてください。いかん。本格的にダメージが累積している。ちょっと考えないとやばいかも。出ないと、あれを食わされる。下げなさい。へえ、リラクゼーションの道具もいろいろあるんだな。ん、なんだこれは。こう使うのか。ん、これも良さそうだな。あれもいいかも。これも、あれも、それも、どれも。小林さん、どうするんですかこの道具の山。え、全部使うよ。本当ですか？これなんか全然使ってないんじゃないですか？そのうち使うよ。叩いてやろうか。昔おばあちゃんの肩とかよく叩いてたもんだ。おばあちゃん、気持ちいいか小林。なかなか。でも胸どけろ。私も悪いね。